はい、どうもトラキシです。今日ね、甲子園球場でオープン戦が始まったってことで、タイガースの甲子園球場2022年、初陣やったんですけどもね、楽天に敗れてしまうという、ちょっとね、最近結果が伴わないというか、そろそろ開幕も1ヶ月切ってるんでね、やっぱり勝ってほしいというか、勝利にできてほしいなってやっぱ思いますよね。悔しい。でも先発の青木投手も良かったですし、いいとこもあれば悪いとこもあるって感じでね、1回にはね、テル選手もタイムリーバット折りながらね、楽天のエースの則本投手からね、タイムリー打つという、エースマークも分からん、どっちか分からんけど、エースの則本投手からね、タイムリー打ってね、完璧な今年はやってくれるんじゃないかっていうね、期待を持たせてくれるバッティングだったんでね、そこに関しては収穫というか、いい感じだったなと思います。で、この前も僕いいんちゃうかなって褒めたっていうかね、思ってた言った、渡辺投手が今日はね、打たれちゃったんですけど、たまにはそういう日もあるしね、次回頑張ってくれればなと思います。なんで、ワイルドピッチもあって、渡辺投手が結果負け投手になっちゃってんけど、でもその後投げたのは小川一平投手ね、一平ちゃんがね、3回無失点、意義良かったですね、ほんまね。一平ちゃんも頑張ってくれたんで、で最後岩田投手も今年良さそうですしね、なんとか頑張ってもらいたいなと思います。明日もね、交流戦しちゃう、オープン戦あるんでね、なんとか勝ってほしいなっていう風に思います。はい、僕も今年はね、できる限りというか、いければね、甲子園球場にもね、応援行きたいなと思ってるんで、早く開幕待ち遠しいですね。はい、明日は勝つ場合で終わりましょうか。じゃあ明日は勝つ場合。